本日はご参加いただきありがとうございます。本日のオンライン公開講座を担当させていただきます、城東中央病院薬剤科の田口と申します。講座の前に当院について簡単にご紹介いたします。当院は大阪市城東区にあります、 JR 地下鉄杉野駅から徒歩2分に位置しております。病床数は233床、16の診療科がございます。薬剤科では入院患者さんの飲み薬や注射薬の調剤、患者さんやそのご家族への服薬指導、外来処方箋に対する院外薬局からの問い合わせへの対応、点滴や抗がん剤の調整などの業務を行っております。では、本日のテーマ、痛み止めのお薬、正しく飲めていますかということで、鎮痛薬の種類と特徴についてご紹介いたします。まず皆様へご質問させていただきます。痛み止めを服用することはありますでしょうか。1番、いつも痛みがあり、痛み止めを毎日服用しているという方は1番をお選びください。痛みがあるときだけ服用している、こういう飲み方を頓服と言いますが、2番の方は2番をお選びください。3番、痛み止めを飲むことはないという方は3番をお選びください。痛みがあるときだけ服用している方が、たくさんいらっしゃいますが、いつも服用されている方、またほとんど飲まないという方もいらっしゃいますね。いろんな方いらっしゃると思いますが、どのような方にも、少しでもお役に立つお話ができればと思いますので、よろしくお願いいたします。日常生活の中で痛みを感じる場面があるかと思いますが、頭痛や腹痛、腰痛、歯の痛み、生理痛、怪我の痛みなど、痛みの種類は様々です。痛みが辛いときには、薬を飲んで痛みを和らげたいということもあるかと思います。痛みを我慢することは大きなストレスになり、気分の落ち込みにつながることもありますし、動作の妨げにもなり、日常生活に支障をきたしかねませんので、痛みを和らげてあげることはとても大切です。では、そんなときに、どのようなお薬を飲んだらいいのか、また以前別の時に病院でもらった痛み止めが残っていて、それを飲んでもいいのかと迷ってしまうことがあるかもしれません。さて、ここでクイズです。痛みに使われるお薬は何種類ぐらいあると思いますか？1番、約10種類。2番、約30種類。3番、50種類以上。ありがとうございます。50種類以上をお選びいただいた方がたくさんいらっしゃいますね。はい、正解は50種類以上。たくさんの方が正解していただきました。いわゆる痛み止めに分類されるお薬以外にも、片頭痛の治療に使われるお薬ですとか、通常は転換やうつの治療に使うお薬が鎮痛に効果がある場合もあります。それでは、痛み止めのお薬について、4つの種類別にその特徴をご紹介していきます。まず、解熱鎮痛薬と呼ばれるお薬について、アセトアミノフェンというお薬は、頭痛、吐いた、生理痛、筋肉痛、打撲や捻挫の痛みなどに使用されます。また、急性上気道炎、いわゆる風邪ですね、の解熱にも使用します。子どもにも使える安全性の高いお薬です。飲み方の注意点としては、家の負担を軽くするためになるべく空腹時を避けてお飲みください。ただし、アセトアミノフェンは比較的家の負担が少ないと言われております。また、次の服用まで4時間から6時間空けてお飲みいただくようお願いいたします。副作用としては、肝障害を起こすことがあり、特にたくさんの量のアセトアミノフェンを服用している方は、定期的に肝機能の検査をするなどの注意が必要です。次に、解熱鎮痛剤の中で NSAIDs と呼ばれるグループのお薬も痛み止めとしてよく使われます。ロキソプロフェンナトリウム、ジクロフェナクナトリウム、イブプロフェン、セレコキシブ、インドメタシンなどがあります。市販薬として薬局で購入できるものもあります。また、飲み薬だけでなく、患部に直接使用する湿布薬やゲル状、クリーム状などのお薬もあります。NSAIDs は関節リウマチ、腰痛、
吐いた、生理痛、肩関節周囲炎、手術、外傷、抜歯後の消炎、鎮痛などに使用されます。NSAIDsの働きについてご説明します。怪我や病気など痛みの原因となるものがありますと、体内でプロスタグランジンという物質が発生します。プロスタグランジンによって痛みが出たり、発熱や炎症が引き起こされたりします。NSAIDsはこのプロスタグランジンが体内で作られるのを抑えることによって、解熱鎮痛効果や炎症を抑える効果を発揮します。プロスタグランジンは痛みや炎症の原因となる一方、胃腸の粘膜を保護したり、腎臓の血流を良くする作用もございます。NSAIDsを服用すると、プロスタグランジンが体内で作られるのが抑制されますので、胃腸障害や腎障害を起こしやすくなります。その点に注意して服用しましょう。NSAIDsのその他の特徴や注意点についてです。ロキソプロフェンナトリウムやイブプロフェンなど、頓服として使えるお薬もあります。副作用として、胃腸障害や腎障害を起こすことがありますので、胃腸や腎臓が悪い方は注意が必要です。胃腸への負担を少なくするために、空腹時は避けて服用してください。また、アスピリン喘息の方は、喘息を誘発することがありますので、服用できません。次に、オピオイド鎮痛薬という分類のお薬です。トラマールやトラムセットという、トラマールとアセトアミノフェンの配合剤のお薬があります。オピオイド鎮痛薬は、アセトアミノフェンや NSAIDsだけでは抑えられない強い痛みに使用されます。オピオイド鎮痛薬の働きについてご説明します。痛みは脳に伝わって初めて痛いと認識されますが、トラマールなどのオピオイド鎮痛薬は脳の痛みを感じる部分に痛みが伝わるのをブロックすることで鎮痛効果を発揮します。また脳には痛みを抑制する働きがあり、オピオイド鎮痛薬によってこの働きを高めることでも鎮痛効果が得られます。オピオイド鎮痛薬の副作用について説明します。主な副作用として、吐き気や食欲不振、眠気、めまい、便秘などが見られることがあります。眠気や吐き気は服用を続けていくうちに徐々に慣れてきて収まってくることが多いですが、副作用が強い場合には、便秘薬や吐き気止めなどの併用して副作用を和らげることもできます。神経障害性疼痛緩和薬と呼ばれるグループのお薬には、リリカやタリージェという薬があります。帯状疱疹の痛みや、糖尿病性神経障害、脊椎損傷後の痛みなど、神経の痛みやしびれに使われます。痛みを伝える神経伝達物質の過剰な放出を抑えることによって痛みを和らげます。飲み方の特徴としては、はじめは少量から飲み始めて、少しずつ容量を増やしていきます。アセトアミノフェンや一部の NSAIDsと違って、頓服で使うことはありません。服用を続けることで効果が現れるお薬です。中止する場合にも徐々に減量する必要があります。症状が良くなったからといって、急に服用を中止すると、不眠や下痢、吐き気等の症状が現れることがありますので、自己判断で急に中止せず、医師に相談してください。リリカやタリージェの主な副作用として、眠気やめまい、意識消失などを起こすことがありますので、車の運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。また、吐き気、むくみ、体重増加を起こすことがあります。服用を続けるうちに体が慣れてきて、これらの副作用が収まってくることが多いとされています。以上のように、痛み止めのお薬には、さまざまな種類がありまして、それぞれに注意点や特徴があることがお分かりいただけたかと思います。それでは実際に日常で痛み止めを服用するときに注意が必要な場面について、例を挙げてご説明いたします。A さん、45歳、女性の方で、風邪をひいてしまい、市販の風邪薬を飲んでいましたが、頭痛が治まらないので病院を受診し、病院から頭痛薬を処方してもらいました。
さて、ここでまた皆様にお聞きしたいのですが、今回のようにもともと飲んでいた市販のお薬があって、新たに病院でお薬をもらった場合、皆さんでしたらどうしますか？1番、両方服用するという方、1番をお選びください。2番、市販のお薬をやめて病院でもらったお薬を飲むという方は2番を選んでください。3番、医師や薬剤師に相談してみるという方は3番をお選びください。3番のことが多いですけれども、2番の方も結構いらっしゃいますね。はい、ここではぜひ医師や薬剤師に相談していただきたいと思います。その理由をご説明してまいります。まず、この方がもともと飲んでいた市販の風邪薬、パブロンゴールド A という総合感冒薬であったとします。ここにパブロンゴールド A の有効成分をお示ししています。総合感冒薬は、風邪のさまざまな症状に効くように、いくつかの種類の有効成分が配合されています。今回はパブロンゴールド A を例としてご紹介していますが、配合される有効成分の種類は、それぞれの総合感冒薬によって様々です。病院で処方されたお薬ですが、アセトアミノフェンというお薬で、頭痛時に頓服するものでした。ここで、もともと飲んでいた風邪薬にもアセトアミノフェンが含まれていることに注意する必要があります。なぜ注意が必要かと言いますと、アセトアミノフェンは服用量に上限があり、風邪の解熱鎮痛に使用する場合は、成人で1日あたり 1500mg までになります。今回のケースでは、パブロンゴールド A を 1回3錠、1日3回服用で、アセトアミノフェンが1日 900mg、頓服のアセトアミノフェンを1日3回服用したとすると 1200mg、合計で 2100mg となりまして、服用量の上限を超えてしまいます。このように、医師がもともと飲んでいたお薬を把握できずに処方した場合に、用量の上限を超えてしまう危険性があります。ですので、受診の時には、市販のお薬や他の病院で出されたお薬など、現在どんな薬を服用しているかを医師に伝えておくことが大切です。これは痛み止めに限ったことではなく、アレルギーのお薬や高血圧、糖尿、その他持病の治療のためのお薬など、どんなお薬についても言えることです。受診の時に、今服用しているお薬や治療中の病気があるかどうかをしっかり伝えておきましょう。またその際にお薬手帳も忘れずに持参してください。最後に番外編として、痛み止めから少し話はそれますが、痛みの原因によっては、痛み止めではなく別のお薬が効果がある場合もあるという例をご紹介します。まず足がつったとき、芍薬甘草湯という漢方が小村帰りに対してよく使われます。急激な筋肉の痙攣による痛みに効果があり、また即効性があります。次にお腹が痛いとき、痛み止めが使われることもありますが、消化管が過度に緊張したり痙攣したりすることによって痛みが起きていることもあります。このような場合には、抗コリン薬と呼ばれるブチルスコポラミン臭化物、チメピジウム臭化物といったお薬が、このような消化管の過度な痙攣や緊張を抑えることによって痛みを和らげる効果がありますので、腹痛によく使用されます。感染による下痢の場合、このようなお薬で消化管の動きを抑えてしまうと、原因菌が体内に溜まりやすくなり、症状が長引く恐れがありますので注意が必要です。最後に胃が痛いとき、もし胃の痛みの原因が胃潰瘍などの胃腸障害によるものだった場合には、痛み止めではなく、ハモチジンやランソプラゾールなどの胃酸の分泌を抑えるお薬が有効かもしれません。ロキソプロフェンなどの NSAIDs は、胃腸の粘膜保護に働くプロスタグランジンが体内で作られるのを抑えますので、症状をさらに悪化させてしまう可能性がありますので注意してください。このように、痛みの原因によって使う薬は様々ですので、症状や原因に合ったお薬を選ぶことが大切です。また、痛み止めはあくまでも痛みという症状を和らげるものであり、
痛みの原因を治療するものではないということをご理解いただくようにお願いします。痛み止めを数回服用しても効果が見られない場合や、一旦症状が和らいでも繰り返し現れる場合には、薬が痛みの原因に合っていなかったり、痛みの原因となる疾患の治療が必要な場合が考えられますので、医師の診察を受けることをお勧めします。また、薬局で市販薬を購入する場合にも、症状やどのような薬を選んだらいいかなど、薬剤師に相談してください。その際にお薬手帳を忘れずにご持参ください。もしも相談先がない場合には、この後ご紹介します医誠会病院のコーディネートナースまでご連絡ください。それでは皆様からの質問コーナーの前に、フローニクスグループからのお知らせを3点させていただきます。1点目、先ほどもお伝えしましたが、医療機関を受診し、お薬の処方を受けるときには必ずお薬手帳を持参しましょう。令和2年改正以降、お薬手帳を薬局に持参すると、一定条件のもと料金が14点安くなります。1点が10円ですので、3割負担の方で42円安くなる計算です。初めて薬局を利用する場合には、基本的に薬剤服用歴管理指導料として57点、3割負担で171円の料金が発生します。そしてその3ヶ月以内にお薬手帳を持って同じ薬局を利用すると、薬剤服用歴管理指導料が43点、3割負担で129円になります。これは同じ薬局の利用やお薬手帳を普及させるための仕組みです。薬局でお薬の処方を受けるときに、お薬手帳をうっかり忘れてしまった場合には、その分多く料金を支払うことになってしまいますので、ご注意ください。医誠会病院をはじめとするホロニクスグループの病院では、院内調剤にてお薬の処方を行っている病院もございます。病院では、薬剤情報提供料10点と、手帳記載加算3点の合計13点、130円、3割負担で39円を月1回いただいております。来院の際は、お薬手帳を忘れずご持参ください。もしもまだお薬手帳をお持ちでない場合には、無料でお渡ししております。2点目、私たちホロニクスグループでは、ポリ袋削減活動に取り組んでおり、SDGs、7つの目標の達成に向け、環境問題へのアクションとして、グループ病院、院内薬局、また売店でのポリ袋削減活動を実施しています。ご利用者への丁寧な声かけにより、多くの方に削減活動へご協力をいただいています。3点目、ホロニクスグループでは、患者さんの立場に立って、患者さんと病院との架け橋となるコーディネートナースを配置しています。お電話でも各種ご相談を受け付けておりますので、詳しくは講座終了後に反映されるコーディネートナースまでどうぞお気軽にご連絡ください。それでは質問コーナーに移ります。私は頭痛等の際にロキソニンを飲むと一緒に胃薬も処方されるものの、空腹時でなくとも胃が荒れてしまいます。そもそも胃に負担のない痛み止めはありますか？できれば市販で売っているものも教えてほしいです。ということですが、先ほどスライドの中でご説明させていただいたんですけれども、解熱鎮痛薬のアセトアミノフェンという痛み止めは、比較的胃への負担が少ないとされております。市販ではタイレノールというものが販売されておりますので、ご参考になればと思います。次のご質問ですが、手元に胃腸薬がない場合はどのように服用すればよいでしょうか？ということですが、必ずしも胃腸薬を一緒に服用しなければならないというわけではないのですが、胃が荒れやすいという方、胃が荒れることに不安がある方は、処方される際に医師にその旨をお伝えしますと、胃腸薬を一緒に処方していただけるかと思います。でまた市販薬をお使いの方は、そういった胃腸が荒れにくくする成分を、一緒に配合している市販薬もございますし、胃腸薬のみの市販薬もございますので、薬局等で薬剤師にご相談いただいたらと思います。次の質問ですが、痛み止めを飲むと治りが遅くなると聞いたことがありますが、
痛みは基本的に薬等で抑えた方が良いのでしょうか。先ほどの、スライド中の説明にもありました通り、痛み止めはあくまでも痛みに対する対症療法ですので、痛みの原因となるものを治療するものではありません。ですので、痛みを止めることと、原因が治るということは別で考えていただきたいと思います。ただ、痛みがありますと、やはり辛い、動作の妨げにもなるということもありますので、抑えられる痛みは薬で抑えるというのは全く悪いことではありません。それではこのあたりで質問コーナーを終了させていただきます。質問をお寄せいただいた皆様ありがとうございました。本日はご参加いただきありがとうございました。短い時間ではございましたが、少しでも皆様の参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。コーディネートナースの向井です。私たちコーディネートナースは患者さんの病気の重症化・再発の防止、健康の維持増進に取り組んでいます。治療を休んでいた方が再開される場合や気になる症状がある方にお電話や面談でサポートを行っています。気になることがある方はこちらへご連絡ください。健康相談もお気軽に。お電話の際はコーディネートナースへの相談とお伝えください。